こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、速稼塾の中にある専門コース FX オリガルヒのことをちょっとお話ししようと思いますけども、 FX の攻略っていうのはね、難しいように見えますけども、分解していくと非常に単純なんですよ。まあそもそも FX の相場っていうのはドル円でもユーロポンドでも何でもそうですけどもね、2つに分かれます。1つはトレンドって言って、一方向にぐーっと進む一時的な強烈な流れです。その時に出くわすと非常に簡単に勝てます。例えば昨年ロシアがウクライナに侵攻しました。その時からドル円っていうのは一方的なバイの流れに半年間なりました。もう誰でもね、バイを入れておけば半年間ずっと勝ちっぱなしっていう時です。まあそういう時と、あとは現在落ち着いてある程度のね、レンジ相場って言って同じ価格帯を行ったり来たりする時なんですよ。じゃあどこまで行ったら限界値があって、どこまで下がったら限界値があるのか、それをいち早く決めることによって、上の底と下の底、いわゆる上程度下程度を決めることができたらね、長方形を予測することができるんですよ。でその長方形をいち早く引くテクニックがテクニカルというものですよね。まあそれをこの1年間 FX オリガルヒでは繰り返し繰り返しやってきました。ですんでこの技術が身についた方はもうレンジオプションって言ってね、このレンジっていうこういったパターンが来たらもう勝利なんですよ。でそのレンジが終わるまでずっと利益を取り続けることができる。そしてある程度ね、勇気を持ってロットを詰め込むことができるから、損勝利大って言って損失を少なくして利益を最大化することができるんですよね。まあ今回はね、実際にあった4月15日土曜日ですけども、4月14日の19時から5時間ほどの時間帯を区切ってですね、実際にそれを使っていたところをお届けしますので、ご覧いただければと思います。結構わかりやすいと思いますよ。まあこれを機会にね、 FX に興味を持っていただければと思いますけども、こちらの方いかがでしょうか。どうもお疲れ様です。 FX オリガルヒの時間です。今日は週間まとめで15週目のまとめをしようかと思いますけども、その前にね、この動画を見ていただきたいと思います。金曜日のラストの相場解説では、レンジを2つに分けてね、今ご覧いただいている赤い線が2本3本ありますけども、それを上と下に分けてずっと木曜日金曜日お話してきました。でその中で、レンジオプションを取るということでしたね。レンジオプションというのは、例えば下の箱を例に取ると黒で書きますけども、このあたりね、上の線の上程と言いますけども、上の線のこのフェーズに来た時はセルを入れる、売りを入れるんですね。でこの辺りに来た時は反対に、バイ、買いを入れるんですね。そうすると値動きが、ここからセルを入れると下まで取れるよと。でここで決済をする。今度は下の箱の中に来ました。で今度はここでバイを入れるっていうふうに先ほど言いましたよね。そうすると今度はこっちまで取れると。でここでまた決済するポイントが来るってことです。決済するポイントと同時に今度はセルを入れる、そんな範囲ですから、セルを入れるとこういうふうにここも取れるということでね、上がっても下がってもこうやって利益が取れていくということになります。そしてレンジオプションの場合、ブレイクと言いまして、今度は上の箱も下の箱も超えた場合どうするのと。上の箱を超えたら一時的にロスカット、損切りにはなるんですけども、今度はブレイクアウトって言って伸びた方向に、ついていく、つまりバイを入れるとずっと今度利益が取れますよねと。そして今上の箱の方に来ましたから、今度はね、ここでバイを入れる、ここでセルを入れるっていう風な形になります。このようにレンジオプションのレンジ、上程と下程がきちっと正確に決まると利益が取り放題になるわけですよ。ですのでいち早くチャートを、まあ、見た時にはどこにレンジがあるかなっていう風に考えていくことで、大体こういった値動きっていうのはレンジを書きますんでね、決まった値動きの中でしばらく動いていきます。そしてたまにブレイクしてトレンドを描いたり、また別のレンジに移動していくってことになります。このメカニズムのことをテクニカルというわけですよね。よろしいでしょうか。それじゃあね、金曜日の夜どうなったかってことをもう一回おさらいしておきますよ。金曜日の夜は下のレンジで勝負するように決まりました。金曜日ね、金曜日の夜というよりも金曜日一日中ですよ。でこの辺りで私は下のフェーズに来たから、バイのフェーズに来たから、まあバイを入れたわけですよね。でそのことをお話ししながら皆さんにお見せしたところ、一時期は伸びたんだけども十分上の方まで行く間に下の方に行っちゃったんですよ。
あ、だから含み損だなと思ったら、今度は上の方に赤い陽線が出てね、伸びていったのと、あともう時間的に19時になったんで、これから先も伸びていきそうではあるけれども、今日は店じまいにしようかなと、あとは推移を見守ろうということだったんですが、見事ですね、レンジ内オプションが効いて上のところまで行ってね、最大利益を、まあ、あのポジションはなかったんですけども取っていったねってことで、またレンジオプションの勝利なわけですよね。ここ全部レンジが効いてたでしょ、レンジオプションが。で今度はまあ、これは深夜なんでね、あのいなかった時間帯ですけども、今自己解説をするならここを抜けていってロスカットにはなりました。レンジオプションになったんでセールを入れてたわけですからね。セールを入れてたのに含み損が膨らんでロスカットになりましたけども、今度は逆にこっちのねレンジに入ったわけですよ。ということはロスカットと同時に今度ね倍を入れることができたわけですね。そうすると、まあ、2時間ほどで上まで行ったんで最大利益がまた取れたってことになるでしょ。ポジションはないですけどもね。ただテクニカルでレンジを上と下に設定していたら、潜在的にはこれだけ利益が取れていたってことなんですよ。あとはたまたまこの時間帯が自分がね時間が空いていて見に来ていたかどうかってことで、あとは本当テクニカル機械的にセルとバイを繰り返して利確するところで利確するだけでしょ、うん、これがだから今週金曜日最後の結論ですよ。で私の場合は19時にもう決済して、ポジションがない状態で、もうねチャートを閉じましたんでね、うん、その後残業をしていれば多分これも全部取れていたかなってことでございます。まあそれを惜しいと思わないです。自分のライフスタイルの中で稼げる時間帯と稼げない時間帯があるのはこれしょうがないんでね、24時間ピシッと張り付いてるとそれはね月に100万とか200万多分利益が上がると思うんですよ。ただ生活とのバランスがありますんでね、うん、ただこうやって自己解説をすることによってこのテクニカルでレンジオプションをピシッと決めるだけでですよ、決めるだけで利益を取るポイントはたくさんあるってことが分かると思います。ということをお話して今回の相場解説金曜日のラストのまとめ、日付的には4月15日土曜日のね深夜3時になりましたけども、これをお伝えしようかと思います。それではね次回は1週間のまとめをお届けして、はい、どうでしたか。やっぱりバーッと動き出しても私があらかじめ引いた線のところまででしょ。そして今回赤い線を3つ引きました。3つ引いたところによって2つのボックスを作ったわけなんですけども、箱を作ったわけですけども、その間の価格帯で動いているってことがよくわかるじゃないですか。でもこういう補助線、赤い補助線とか四角っていうのは誰も引いてくれないんですよ。で私はそれを FX 取り替え店の中でいち早く引いてこの範囲で勝負しましょうというふうにお話をしています。まあそういった1日、そういった1週間、そういった1ヶ月を過ごしてもうすぐ1年になるわけですよね。まあこれで勝てないわけがないと、うん、ただこれだけなんですよ。移動平均線すら使いません。そして雲とかボリンジャーバンドほとんど使いませんね。ただこうやってテクニカルの基礎的な知識さえちゃんと身につけてそれが使えるようになればもう十分なんですよ。で私のね、FX の取り組み方っていうのは4対6ってやつです。4割負けるかもしれないけども6割は勝とうぜと。そうするとその差額の2割で資産はずっと膨らんでいくでしょ。つまり FX って何も学ばなければトントン五分五分なんですよ。ね、バイかセルしかありませんからね。上に行くか下に行くか、超反爆地みたいなもんです。その傾きを勉強することによってちょっと傾けるだけでいいんですよ。だからね、FX の隅から隅まで一生懸命勉強する方、それ大変だと思いますけども、そこまでやんなくてもいいと思いますよ。ちょびっと勝てるようになれば、あとはお金が増えていくだけですから。そうして、ある程度長期になりますけども、今手元にある資金を増やしていくって形ができると思います。もちろんね、ちょっとしか増えないと言っても、まずは月に3万とか5万、これがコンスタントに積み重なっていったらどうでしょうか、ね、年間で50万とか100万が今の収入にプラスになる、これはそんなに難しいことではありません。実際にですね FX オリガルフにご参加いただいてこの1年で100万以上200万以下の収益を上げている方がだいたい 30% ぐらいです。いかがでしょうかね。そんなに悪い確率ですかね。人には学びのペースがありますので、週に1回2回ぐらい学びに来る人、毎日やる人、様々です。その人の生活スタイルとか事情によっても変わるでしょう。でも、学ばないよりも学んだ方が絶対いいに決まってると思うんですよ。で、その中で自分に合った人を選ぶ。自分が信用できる人を選ぶ。まあこれが何よりじゃないかなと思います。ここまでご覧いただいたということは、多少私に信頼を持っていただいていると思いますので、そのまま FX オリガルヒのお問い合わせに進んでいただければと思います。メールでお待ちしております。それではよろしくお願いします。いってらっしゃい。